この社会で知性を分かつ者、ゼロイチドライブ。説明しよう。ゼロイチドライブとは、物事をゼロイチの二択でしか考えられないことはバカである、というやつ。話が長くて説教。なんかさ、しかも撮影してる人が乗ってるの多分ランボルギーニだぜ。カオス。お次はただ BMW がターンしてるようにしか見えないでしょう。でもね、足元注意。タイヤ巻き込みグラセス式家の柱破壊ミサイル。え、紐踏んだだけじゃ時間差攻撃。非日常レベルの光が窓から注いできたとき、窓から外を覗いたタイミングで衝撃波は窓ガラスを割る。隕石落下失明パターンやめろ。ホイールカバーの脱落にすら気づかない人は、ガソリンのノズル抜き忘れにも気づかない。最終的には車幅感覚すらなくなるんだ。すれ違いや幅寄せミスって反対側のミラーを年に数回と打つんだ。山奥の秘境温泉とか行きたがって、すれ違えない道路幅のところに落ちそう。自走の可否で修理負担額が10万円くらい変わると聞いて、意地で自走期間を試みるず。フレームまで破損したら全損だと誰が言った？究極的に自由に走りたかったら、もはや免許不要の乗り物がいいぜ。原付やミニカー以下の出力に抑えて執行猶予中でも安心。異常なまでの巡航運転を執行猶予中呼ばわりする乗りやめろ。確かに持つの見張りのための最低限度の人員なら2台に乗せていいんですよね。せっかくピックアップトラック買ったんだし遊ぼうよ。どちらも自由。法律とのせめぎ合いなのでリバティよりの自由。私だったらバイク用のプロテクト装備で乗るわ。そういう問題じゃないんだわ。大へそがキラリー。ジャック開いてそう。オイル交換に来たら、車から降り終わらぬうちにリフトアップされてしまった人。は？普通気づくだろ。甘い甘い。人間っていうのは全てのことを忘れうる生き物なのさ。そして忘れないようにマニュアルとか注意書きを徹底してもなおスルーされて再発するんだぜ。雪道では急のつく運転操作をするなとあれほど、愚者は経験になんとやら。でもこいつら下手したら次のシーズンにも同じ事故を起こすぜ。パワーがある車は危ないって。ダメなやつは何乗ってもどうせダメなんだよミサイル。気楽に乗れる系の軽量車とか、シャシーヘニョヘニョすぎて逆に事故りそうなんだぜ。私一度だけタントに乗ったことあるんですが、何あの鉄板 S、剛性もクソもなくてあんなの日常的に乗ってたら死ぬわ。こいつみたいに割り込みレーンチェンジとかしようものなら、継ぎ目の段差とかウェット路面とかタイヤの溝次第ですぐ横転しそうだぜ。早速ゼロイチドライブにはまる。ホンダ車とか、乗用車として車体も作り込んでるらしいしな。なおダイハツは自社商品を日用品呼ばわりして N シリーズとの差別化を図った模様。あんま系を悪く言うと、ステップアップ組がルーミーに乗り換えちゃうぜ。キャー。ちなみにそっち系の車種が目の敵にされてるのは私が実体験として何回も事故りかけたり下手な運転を見てるからです。ブライト博士、軽自動車の車高が高いのはネットで横転する動画を見て楽しむためではありません。積載性や居住性のためです。オートバックスに置いてる誰も買ってなさそうなルーフキャリア、あれつけて満載にしちゃったらガチで横転ありそう。なおい、あいつ人の家の庭勝手に踏み荒らして U ターンしてるぞ。こういうのって、法律上相手に損害賠償を請求できるらしいですよ。どっちかって言ったら言ってるだけで社会に損害出てそう。ネットニュースのコメ欄に必ずある小学生が書いてそうなあれ。背景。うん、寝てるだけで外から車が突っ込んでくる時代になりましたね。まあ当然自走可能なら相手は当て逃げするわな。仮にやっちゃったんなら謝り通して、保険で払います本当にごめんなさいって100回目指して家の人に繰り返し言った方がいい。仕事で自分に過失のない謝罪に行って、頭下げて20秒くらいカウントする管理職の気持ちになるですよ。それにしてもさ、Uber Eats じゃなかったんだね。偏見ひどすぎやろ。配達員にクソがいるなら、YouTube のコメ欄で Uber Eats の悪口ばっか書いてるアカウントも同じくらいにはクソ。せめて救いがあるとするならば、配達用バイクや自転車にオーバーハングがないことですね。歩道を暴走するウーバーイーツ自転車、リュックの紐が男児の首に巻きつき死亡。今時電動キックボードだろ。私、ウーバーイーツ配達員向けに、バイク免許なしでも乗れる電動キックボードの販売あります。暴力団排除の流れ的に見るならお前も犯罪犯確定だからやめろ。実際、日本に電動キックボード持ち込もうとした人は頭悪いよね。パワーダウンしなきゃ原付き一種のだるさをかいくぐれないし、だとしてもすでに人が殺されてて法規制確実に入るし、スタバで幕やってるような人にしか売れないだろうしな。あと、赤信号回避で普通にコンビニの駐車場とか通り抜けるレベルの人、デブ茶髪主婦の黒ミニバン。人生で複数回にわたって実際に遭遇してるからってやめろ。運転中ですらあのだらけ具合だったらそりゃろくに日常生活で運動してねえよな太るよな。体重計をかれこれ3ヶ月近く買おうと思っては忘れてるやつが何言うか。空気圧モニターみたいなやつとか、クーラントやトランスミッションオイルやストレーナーの交換とかジャッキアップ設備とか、もうめんどい。思考停止は楽なんだぜ。ウインカー出してワンテンポ置いてからならレーンチェンジしていいって思ってるやつを見てみろ。なんかこの車種よく出てきますね。こういうのの積み重ねが、プリウスを見かけたらブレーキに足を置けになるんだぜ。言うて私、3回くらいしかガチヤバプリウス見たことない。その3人は死んだ方がいいと断定できる殺人未遂犯なんだけど、というか、六甲山の下りの果ての急カーブへの進入速度ミスったやつみたいなブレーキングしましたね。あんな走りじゃサーキットレベルの車体じゃないと姿勢が保てない。そのテールランプのデザインは変顔なんですか？コスト的に骨格が決まってることがある。
スノコ顔美人に化粧だけで対抗するのに限界があるのと同じだ。ああ、韓国行って整形してきたいなーなんて。このチャンネルの視聴者にそれ言ったってろくなコメント来なさそうだけどな。私じゃなくて運転手の人がそうなんじゃないですかね。この速度で事故ったら強制顔面崩壊手術でしょ。出たネットでたまに見る美人台無しシリーズ。バイクのプロテクター着込むのだけであんなに面倒いのに化粧に1時間とか面倒すぎて自殺する。バイクは趣味だが、女の化粧はやってないと一部の男が人間扱いしないもんなクソだよな。いつからだろうって思ったら、割と隣組制度とかあった江戸時代から日本の国民性はクソだった気がして気が滅入る。お見合い結婚で孫の顔見せるのを強制するクソ文化のせいでお前ら生を受けたんだぞ喜べよ。引っ越しの挨拶に行ったら2軒隣にそういう結婚出産強制ばあちゃんいたし、私はなんて言えばいいの。昔の人は村八部を恐れ、最近の若者は村二部でさえも嫌がるとか賢者ぶって言えよ。裏あ、はい。そして年に数回遭遇する永遠に切れない車列にストレスが募る。そう思ったら状況わからんけどなんか止まってくれましたね。油断したろ。見落とした人、初見殺しであなたが事故ってるところでしたね。あの事故り方、三角関数とか微分積分レベルに一般的なものなんだがな。先生、関数電卓使っていいですか？どうせダメなやつは電卓使って解いたところでどこかしらミスるんだわ。というかアホみたいなタイミングで入ってきましたねあのバイク。完全に見てなかったか、悪質割り込みか、なんか知らんけどさ、そういう風に見ないで合流してくるやつって雰囲気でわかっちゃうよな。私くらいになると、合流する数百メートル前から、並んでくる途中の合流レーンとか見る。たまに加速間に合わないレベルで遅いやついるもんな。で、なんかの交通違反でアウトですね。27歳ウェブデザイナーなら電動キックボードで歩道走って逃げてる。援助交際をパパ活っていうのと、所詮原付バイクなのに電動キックボードとか呼ぶの何が違うの。というかおっかないやつ来たぞ。見晴らしはいいのに周囲確認は何もしない系コンバーチブル。行いがいいおじさんのハゲを引き受けて罪滅ぼししろ。なんかくさ。ちなみに子供の飛び出しへの対処って実は不可能に近いほど難しい。は、飛び出してきたのが子供って考えてごらんよ。しかも見通しの悪い40キロ制限の道路で。いつも思うけどさ、法定速度守ってようとそういうのって対応不可能だよな。壁の向こうに音波高電波送って警戒する安全システムの普及でも祈ろう。走行行っても乗り手がこれだもんな。バカですよね。リスクの取り方間違えてる。交通量が多いところや人口密集地はリスクが高くなるから飛ばすんじゃねえぞ。その感情ができないバカがあの AMG で中学生引いた殺人事件みたいになるんですね。しかしまあこれエコモードかよ。免許交付日の夜に峠行って親の車で飛ばしてるようなガキにしか見えない。ポルシェが首都高で人殺した翌日あたりにしれっと出てきた暴走追突シビックみたいなタイプ。あ、いましたねそういうの。エンブレムに赤いステッカー貼るくせにエアクリーナーのフィルターとかエアコンフィルターとかずっと交換してないの。むしろ毒キノコとかセブとかよく考えずつけちゃう。プラシーボ効果とステッカーチューンで車は劇的に速くなる。あ、アーシングを自分でやるだけのスキルもショップとのコネもないぜ。アーシングか、古くなってる車種なら伝送品いじりついでにやってみたさありますけどね。まあまずはブレーキパッドやタイヤの製造年を見るよりも前にマフラー交換と GT ウイングだぜ。そして乗り手の薬物中毒感シフトミスしろ。君がガガンババババババブン。ATF 交換というのを知った数日後、13万キロム交換を無視し、ストレーナー交換もオイルパン洗浄もしなかったせいで無事ユーロを詰まらせ破損。ちなみに、法定速度プラス30あたりで何も考えずに急ブレーキとか急ハンドルをやると確実に姿勢ぶれますよ。こういう高速道路って、実は鉄とか段差があって平坦じゃなかったりするしな。荷重移動もカウンターステアもできないし車体性能考えずに3リッターエンジンのモデルとか選ぶからそうなる。いつでもテクノロジーほど人はすごくないんだぜ。